ティゥス・タキウスは、ローマの建国伝説に登場する、サビニ人の王。後にロムルスと、共事する王政ローマの王となった。サビニの女たちタキウスはロムルスによる、サビニ女性の略奪の後その名前が現れる。被害を受けた勢力のうち最も大きな被害を受け、また最も有力でもあった、サビニ人は、対ローマ戦の中心と考えられた。 サビニ人の都市国家クレスの王であったタティウスは、サビニ人の中でも、指導的地位にありこの戦争の指揮を取ったが、復讐を急ぐ、他の勢力に対し慎重な準備を主張した。タティウスの主張を入れず単独で、ローマに戦争を仕掛けた勢力はいずれも敗北した。十分な準備を整えた後タティウスは、ローマに戦いを挑んだ。当時のローマには、 パラティウムの他にカピトリウムの砦だけが防備となった。タテウスはカピトリウムのふもとに婦人志向の砦を攻めた。タルペイアの裏切りの結果この砦を奪った後はサビニ人はここに人を移し、後にフォルムロマヌムとなるパラティウムとカピトリウムの間でローマとサビニの戦闘は行われた。サビニ側の前線指揮官はメッティウス・クルティウスで、当初はローマ側の前線指揮官。 ホスティウス・ホスティリウスを選出させるなど、サビニ側が優勢に戦いを進めた。しかしこの戦争最後の戦闘では、ロムルスのユピテルスタト,トルへの祈願後ローマ側も勢いを盛り返した。この時戦争の原因となった、ローマ人に略奪された女性たちが、両軍の間に飛び出し、父と夫との間での殺し合いを止めるように、懇願した。これを受けて両軍は休戦し、 タテウスとロムルスはただ休戦するだけでなく常民族を統合して一つとする条約を締結した。この場所が後にコミティウムとなった。サビニとローマの統合によってタテウスはロムルスと共にローマ人の王となった。サビニ人からは百人が選ばれ、パトリッキに追加された。また新たに作られた騎士の三つのケントリアの一つとローマの三つの氏族の一つはタテウスの名にちなんで、 ティティエスと名付けられた。さらにタティウスの名は、ティティウス祭司団の起源ともなった。以降統合したローマ人たちは、タティウスの母シクレスから、クイリテスと呼ばれることになった。ローマの王となったタティウスは、サビニからいくつかの神の信仰をローマにもたらしたと、される。かつてユーピテル、マールスと共に、カピトリウム級で祀られたクイリーヌス神はその一つとされる。また一人娘、 タティアウの地に、ローマの王となる沼、ポンピリウスに嫁がせている。タティウスは、ロムルスとは別ののにも、ネタの神殿となるところを住居としていた。タティウスが王となって5年目、タティウスの周辺の人物がラウレントゥムからの死者に、強盗を企てた末殺害するという事件が起こった。しかしタティウスはこれを罰せず、ラウレントゥム人からの恨みを買った。 その後、タティウスがロムルスと共にラウィニウムへ、祭礼のために赴いた際、この事件が原因で、タティウスは殺害された。ローマに戻ったタティウスの遺体は後に、アルミルストリウムと呼ばれたアウェンティヌスの月桂樹林に埋葬された。当初ロムルスは、タティウスの殺害犯たちを処罰しなかったが、ラティウムで薬病などの災いが起こると、タティウスの殺害者とラウレントムの死者の殺害者を共に、 バッシ、ラウレントゥムトローマを清めた。すると、技合いは消えたという。伝承は、以上のようなものだが、タティウスは、他のローマ初期の物語同様実在は疑わしい。ローマのサビニ要素の擬人化とも言われる。また、タティウスとロムルスの二人の王の伝説は、共和世紀の二人制の失政感の起源を、王政時代に求め、正当性を与えるためのものであったと考えられている。 ありがとうございます。